ピンク坊主チャンネル温泉卵作ったよ。みんな見てね。あはー。皆さん元気ですか？ピンク坊主でーす。今日はね、じゃーん。ほら、卵たくさんあるでしょ。これでね、今日はね、温泉卵を作りますよ。でもね、皆さん、温泉卵って作るの難しいですよね。加減がね、もう少し間違うとね、普通のゆで卵になっちゃうからね。そんな時は、じゃーん。これ、象印のゆで卵器。これでね、簡単に温泉卵が作れるんですよ。皆さん、これからね、温泉卵作りますよ。はい、では一緒に卵をね、ここに並べていきます。はい、こんな感じ。そしたら水を入れますよ。線が書いてるんですよ。半熟じゃないや、温泉卵のところまで、はい、入れます。こんな感じ。そしたら蓋を閉めます。これね、メニューがあるじゃないですか。温泉、半熟、固ゆで。今日はね、温泉卵を作りたいので、温泉にしてスタート。30分待ってね。30分経ちました。熱々でございます。これをちょっとお湯捨てできますよ。はい、できましたよ。ほら、熱々。これね、割ってみますよ。あれ、ダメか。ありますよ。うわ、皆さんできてますよ。ほら、とろとろ温泉卵できてる。皆さん、これで子供は食べないんですよ。私はね、ご飯を用意してこれにかけます。よいしょ、よいしょ。そしたら、醤油かけますよ。はい、そしてマヨネーズ。マヨネーズをチュ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 と、最後に粗挽き胡椒。はい、完成ですよ。おいしそう。では皆さん、いただきます。はい、ちょっと混ぜますね。はい、いただきます。口の中でとろける。おいしい。You're silhouette in the moonlight shine.
美味しかったごちそうさまあ美味しかった皆さんもね、温泉卵作ってご飯にかけて醤油とマヨネーズと粗挽き胡椒をかけて食べるとすごく美味しいから試してみてねチャンネル登録お願いします。えへー。